ゃあ、あの、かやくさんのリスナーさんもありがとう。あ、よかったらクラッカーよろしくお願いします、かやくさんのリスナーさん。よかったら。ゲンさんに勝ちたいんで。ね、みんなじゃあ、かやくさん。あ、なんか、あ、みんなバトルありがとう。バトルありがとう。私あのやっぱ 人がさ落ち込んだ人をが元気になる落ち込んだ人をこう笑顔にさせるの得意かもしれない。うん、ありがとう、ありがとうございます。そう思わん、うん、あの人形を見たら運気下がるって。いやね、似てんだよ、あのアナベルに。確かにね、そう、実はヒーリングしてた。喋りながら大丈夫大丈夫って言いながら、あの私結構まあ占い師とかに遠隔で浄化してもらってんだけど、だから自分もだから心の中で火薬さんとのの脳に語りかけたりとか、どんどんそしたらここのシワが減ってね、のっぺりして。私ちょっと向いてるかもね、そっち系も。あの向いてるって言われたんだよ、あのヒーリング系の仕事。うん、だからこの、あの幼稚園の先生とか、あの誰かの相談乗ってあげるとかね、あの小学校とかのさ、あのカウンセリング教室とかあるじゃん、なんか困った人が行く、ああいうのとか占い師とか、あの実はあなた向いてるんですよって言われたことある。ありがとうクラッカー。うん、そうそうそう、だからあの姉さんも実は泣いててさ、結構やばい状態だったの、前と会う前に。で、私と会った瞬間に、え、なんかもう財布なくしたりとか踏んだり蹴ったりで、その後あの前に会った瞬間にあのファンタ20倍とあのファンタ5倍に2回でリスワン取って、あのもう流れが来てた。もうこうなってたのが、もう姉さんこうなってすごい元気になってね、うちもう帰りますって言ったけど、やっぱ帰った後やっぱ落ち込んじゃって、またね姉さん、私と離れちゃったから姉さんね、あの帰った後落ち込んでたっしょ。下手に離れない方がよかったんだよ、まだ ヒーリングが足りなかった。ありがとうクラッカー、ありがとう。だからね、結構ね病んでる人ね集まってくる。私だからみんなのを吸い取っちゃうから、あの神社に行くんだよ、それを出して、毒素を。そうらしいね、らしいね。うん、あ、そうだ、たくまって笑わないらしいよ、噂によると。笑わないらしい。でもめっちゃ笑うじゃん。そうなんだよね、そういうやっぱ人を笑顔にさせるのかもしれない。これ本気で言ってる、ちなみに。うん、でうちのあの噴水も最強。うちあのこの家のね、外も家のあの何ほんと最強なんだよで、あのタクマちょっと絶縁して、なんか今あの闇配信してるらしいよ。だから私と離れちゃったから、あの多分メンヘラなんじゃない、元根本は。私というご縁を断ち切っちゃったから、多分タクマを守ってたんだと思う、私のなんか後ろの神がね。だからもう、あ、この人とはもう絶縁したんだってことで、じゃあもうお世話するのやめようって離れちゃったから、ちょっと今闇配信して、その可能性もある、うん、絶縁してからもう負の感じ半端ないんじゃない、うん、あ、そうだそうだ、だから私さ、またこれを買ったので、縁結びね、これあのまあじゃあ今月のマンスリー上位の人にプレゼント、これであの2、3月作るわ、有名なね、出雲大社の。これまた作んなきゃ。
うん、自分にも。前見てたら前向きになれる気がする。あ、だからもう配信見てるだけでもそういう効果あるってこと。最強だね、マジで。ありがとう。あ、ありがとう。かやくさんからありがとう。うん、ありがとうございます。やっぱさ、そうなんだよね。ちょっとかやくさんとさ、バチバチに なれなかったじゃん、コラボバトル。あの、まあ、みーこもそうだし、まあ、キャリーちゃんもそうなんだけど、こう、仲いいからさ、なんかこう戦いっていう感じじゃなくなっちゃってさ、なんかこう相乗効果がないんだよね。ミスったな、先に挑めばよかったな。ありがとう、体育さんから。ありがとう。あ、そうだ、ラザニア作んなきゃね。ラザニアまだ作ってない。しかも作ったことない。ありがとう。よかったよかった。人を元気にするの嬉しいね。まだ作ってない。あー、プリンちゃん、ありがとうございます。投げ逃げごめんなさい、おやすみなさい。プリンちゃんありがとう。アニバーサリー5個。ありがとうございます。プリンちゃんありがとう。頑張ります。あ、クラッカーもありがとう。ありがとう。ありがとう。パチコメもありがとうね、みんな。ゲンさんまで。ゲンさんまで。6万5000ポイントか。6万5000ポイント頑張んないとね。勝ちたいね。クラッカーありがとうね。クラッカー最悪だ。11時に起きちゃった。11時に起きちゃったよ。マティの家にあいつ行くの。いや、ちょっと未定ですね。今月未定、すべて何も決まってない。ただ未定だね。昨日悲しい顔で終わってたから心配してた。まゆ、昨日朝4時までやってたよ。悲しい顔してたっけ。悲しい顔はしてないんじゃない。ただ昨日はね、ペガ子さんを取り上げてた。水にあった。まあでも、まあ、私なんて別にそなんだろう、そんなすげえ投げたわけじゃないから。私がねファンタとか投げてたらうわくそうと思うかもしれないけど、さんに裏切られたから。だから今何を考えてんだろうね。これちゃんと飾んないとね。こんなとこに置いてないで。ありがとう。じゃあ作ろっかな。俺っちのまずミートソース、ミートソース作って。あ、かよかよいらっしゃい、ありがとう。あれ、私さ、広角レンズ、
こら辺汚ねえな、むずいんだよこれ。ちょっと野菜がねちょっと処分しないと結構多いからさ、処分しますちょっと、椎茸と何これカビ、やばいやばいやばい、かびてるぞ。やばい、かびてる。くっそ。まだいける、じゃ冷凍します。ちょっとトマト、ちょっと洗って、やべえなこれ、カビを取って、カビをちょっと取って、え、そんな時間経ってたっけ、え、買ったの1週間前だぞ。まだトマトってそんなすぐ腐る？ちょっと、くそ、お疲れ様です。ちょっと冷凍します。腐りそうなんで。へえ、知らなかった、傷みやすいんだ。ちょっとこの柔らかいエリア少し上げる。柔らかいやつはもう炒めちゃうか。もうこれはミートソースなんで、知らなかった、傷みやすいんだ。あ、ありがとう、ケーキありがとう。結構野菜冷凍しないといけんかもしれんな。あ、なんか料理久々な気がする。最近ストックばっか食ってたような気がする。ラザニア作んの？いや、そんな丁寧に作んないよ。だって
ミートソース作るだけ。それにクリームソース作って、で、あの春巻きのさ、あの皮が余ってるからそれ処分したいだけなんだよね。で、オーブンもないしな。これ冷凍します。ありがとう。うん、誕生日に免れてもない、誕生日に免れてもない人、それを大して仲良くない人の家に行って居座るって非常識だし恥ずかしいことなの、何も感じないのかな。え、な、誰の話？誕生日に免れてない人、招待されてないのに勝手に来たってこと？そういうこと？誰の話それ？これもちょっとやばそうだから、ホワイトソース作ったことない。作ったことないね。あ、デコねえからありがとう。ありがとう。よかったら姉さんにもよろしくね。姉さん、なんかこれやばくね、なんかこれもこれで大丈夫かな、大丈夫か。血出てるような、え、なにこれ、なにこれ、なんだ、なんか肉のような、あれ、電波悪い、電波悪いですって来た、申請。まゆちゃんにはまりすぎて昔の YouTube の後で見るカテゴリーがまゆちゃんだらけに受けるんだけど、え、何を見てんの、まゆのさ過去のやつでさ、何を見てんの、何を見てんの、なんか電波歩いて狂気来たけど、大丈夫、大丈夫かな。え、嘘、最悪、レンジと Wi-Fi、 うちがちょっとね、どう？ループしてるか。あ、治った、治った、あ、治った、ごめん、治った、電子レンジだ。これ腐ってんの、これってもしかして腐ってる、じゃあやめよう。
もうなんで何でもかんでも腐らすの。ちょ、これ捨てますね。これなんか確かになんかキモく見えてきたもん。しいたけ、しいたけ、じゃあやめます。冷蔵庫、ちょっと冷凍しとかないとね。あ、じゃああれがある。これを買えば、これを使えばいい。で、これが、え？これ何？びっくりなんだけど、ぬるま湯で6時間だって。そんなかかんの？ 6 時間は無理だよ。そんなかかるんだ。水で戻して10時間。え、これこんなだるいの？無理だわ。そんなさ、何時間前に準備とかしなくね？これはちょっとキャン。あ、レンチン？あ、なるほどね。ちょっとやってみます。じゃあ水この中に入れて、これチンするの？やってみます。じゃあくそ、なんか垂れてる、肉汁が垂れてる、最悪。ああ最悪。チンしたらできてんだこれ。解凍しすぎた。くそ。解凍しすぎた。ブロックやめなさい。うん。あ、ありがとう。姉さんのとこに。ありがとう。助け合いだからね。助け合い。なんでも。電子レンジだ、電子レンジ、すいません、マジでごめんなさい、マジでごめん、マジでごめん、マジでごめん。人参こんなもんでいいかな。で、
セロリ。なんかセロリってさ、ピーラーでなんかやる？なんか筋、なんかこのさ、こんな感じだよね。ここら辺をよ、筋。え、やらないの？ここだけやればいいんじゃない？あ、やっぱやる？そんな気がしたんだよ。みじん切り。体に良さそうだから買った。あ、やっぱやる？みんなクラッカーよろしくね、クラッカー。クラッカーよろしくね。イエイ。ごめんね、電波悪くって。いや、うちがやばいんだよ。なんかもう調べたらもうみんな苦情してる、苦情かかってるって。なんか電波が うちのマンションやばいらしい、工事から。ちょっとすいません、なんかそう苦情来てます。確かにそれが治るのが多分2週間かかる。なんかうちになんか機械を置くんだけど、機械が2週間かかる、うちに来るまでに、そう直してもらう。時間がかかるから。むずい、これ。くそ。くそ。ありがとう。みんなクラックありがとう。ありがとうね。すげえ匂いが、セロリの匂いが。でこれ冷凍してた。